新生日本公共楽団はかつて東京都に存在したプロフェッショナルのオーケストラ。1969年に設立2001年に東京フィルハーモニー公共楽団との合併によって消滅した。楽団員が運営の責任も持つ自主運営のプロオーケストラとしては日本で初めてのものであったとも言われる。日本のオーケストラ界に独自の地位を築き上げていたが、 バブル崩壊後の徴収の伸び悩みや財政的な問題もあり、東京フィルトの合併に踏み切ったと言われている。関連組織として、新生日教合唱団があったが、オーケストラ合併時に新生合唱団と名称を変更し、独自に演奏活動を続けている。演奏会は、サントリーホールと東京芸術劇場での年18回の定期演奏会などのほか、オペラでの演奏も、 積極的に行っており、合併前は新国立劇場のピットオーケストラの一つとして活動していた。特に当時在京オーケストラすべてが上野の東京文化会館で演奏会を行っていた時代に、いち早くサントリーホールへ定期演奏会を移した。地方公演や放送へも積極的に行っており、毎年1月3日に行われる。 NHK のニューイヤーがラコンサートの演奏も務めていた。また、同学団に在籍し、後に日本の各オーケストラへ移っていった者も,も多く、新人オーケストラ演奏家の鍛錬の場でもあった。1981年にエネルギッシュな式で知られた山田和夫が名誉指揮者に就任してからは、山数ファンも取り込み、オーケストラとしてさらに発展を遂げている。 主席指揮者には、オンドレイ・レナルトが就任していた。レナルトが指揮するマーラーは、人気があり、公共局第3番は NHK でも放送された。正式者には、沼尻隆介、指揮者に、ゲンダ田主ゲを、主席客演指揮者、パスカルベロを用していた。創立当初から積極的に市民の中へ入っていく、活動をしており、 ファミリーコンサートや羽根ケコことピアニスト、羽田健太郎と組んだ新生ポップスオーケストラの活動も行われていた。羽根ケ新生ポップスは CD 化もされており、日本のポップスオーケストラの先駆けであった。新生合唱団 HP、ありがとうございます。